サンダーカード&ホビーチャンネルの皆様、本日はありがとうございます。ありがとうございます。一緒にこう撮影させていただく期間が空いたんですけども、一部では不仲説というのも誠しやかにささやかれておりまして、ではなぜ一緒に撮影することができなかったのか、それは話しちゃいます、そろそろいいんじゃないかと思いまして。いいですかね。まあいいんじゃない、そろそろ言っても、だってもうね自分だったら立ってますし、いいじゃない、いいのかな、ではちょっと僕の口からはちょっと、はい、すいませんあれなので、サクさんお願いします。のこう関係性がちょっと遠くなってしまった、理由としましては、コロナ禍がね、あったので会えませんでした。そりゃそうやろだけでーす当たり前やないかめちゃくちゃボケるのかと思ってそうだった、超考えてたもん中も何もただそれはご時世がっていうだけ、はい、でもサクさんはめっちゃ久しぶりな感じが全然しないんですよ、はい、なぜなら、はい、サンダーさんの冷蔵庫にずっとポスターがあれ俺が勝手に貼ったやつあなたサンダーさんじゃなくて水さんが貼ったやつなんだということで、ようやくね、はい、私たちサンダーさんとお会いすることができたので、はい、ここまでの期間お互い何をしてたかみたいなお話をさせていただこうかなと思います、はい、まあ、師匠に報告会的な、ね、そうですね、はい、私たちがこういうことをしてましたって報告させていただいて、あとまあ師匠が何してたか、そう何してたか、まずね、コロナとかが始まってもともとやっていたこう活動とかがまあ制限されるじゃないですか、確かに特にアイドルの方々、そうですよね、はい、あと、まあ、カードゲームする方だったりとかするとやっぱ対面でのこうイベントだったりとかもあるのが、オンラインに切り替わったりとか、たくさん変化があったと思うんですけど、どういう変化がこう一番自分に影響があったっていうのを聞きたいなと。そうだね、この人家から出てないからあんまないんだよなただやっぱ対面でっていう機会は減ったから、あ、そうだね、オフ会とかそういうオフ会もそうだし、まあお仕事でみたいなのも、あの減ったし、打撃っていうのはないわけじゃなかったかな、ただそんなにそんなにやること変わんないから、だって言ってコロナだって言っても本当に会わないわけじゃなくて、普段会ってる人とは会うでしょ、だから俺らはまあね、撮影とかはするし、撮影は続くよねっていうだけ、あ、ごめんね、なんもかもリアルでいいです、リアルでいいです、本当にオフ会じゃない、オフ会オフ会はまあ、1年くらいだよね、普段会ってない人とかも会えない、大体も本当にコンビニの店員さんか、バッグの店員さんか、そうだったウーバーイーツするようになったわ、俺も出前感ごっつかいだったわ、ごっつかい人との関係性とかも、私たちとお会いできなかったとかあるじゃないですか、っていう感じで、この人に本当はここで会いたかったけど会えなかったみたいなとかはありました。いや、みんなにめっちゃ会いたかったんだけどねなんなら毎日会いたかったけどね、それが一番残念だったかな。そうね、ありがとうございます。戻ってしまうんですけど、カードゲームがオンラインとかいろいろ出てきたじゃないですか、そのオンラインの次に流行ると思うその対戦のジャンルといいますか、媒体、テレパシーかな、テレパシーテレパシー対戦なるほど、じゃあここでもこう始まっちゃう、まあ実は今あ、4ターン目ぐらい、マジかよ、今の俺の番面もマナーゾーンもシールドもない状態になってる。何でですか。負けました。ああ終わった。ちなみに逆に質問みたいなのってあります。逆に質問ですか。どうやったらコロコロに乗れますか。サンダーさんに弟子入りするといいと思います。あ、なるほど。そう、はい、私たちはその弟子させていただいてだったので。俺じゃできねえ逆に確かにメガネだけでもやっぱ連れてってもらえると頼んだ雑に雑に雑に取り方が逆になんですけど、はい、遊戯をやってないのそこ聞くまあでも
実際は前まで大阪の活動がメインだったんですけど、東京とのこう行ったり来たり結構多くなって、うん、マスタージュエルは当然ちょっとやってるけど、うん、ちょっとその遊戯をやる頻度っていうのは一瞬減りましたよね。確かに、うん、だからもう完全に趣味としてやってるみたいな期間が続いた状態ですね、うん、逆になんですけど、アイドル活動あんまりやりにくい状況になってた時は何されてたんですか？オンラインでのイベントも増えました。お話し会的な、はい、オンラインの言ったらみんなスクショとか撮り放題になっちゃうんじゃないですか？やってくださってる方はすごく本当にマナーがあって、うん、あの撮っていいですかっていうタイミングで、うん、あ、お願いしますつってスクショをそうそうです、ね、やる。へえ。何回も山下も監視してるんでえ、お話し会って山下さんに見られながら話すあのスタッフが、はい、あの安全のため、はい、やっていただいて。むずいね、それスタッフね何にもチェックなかったら演出者とかもいるかもしれないから、あ、そういう見たくないもの見さされるとかある可能性あるから、そう、皆さんそれ怖いでしょ。確かに、ね、変な DM とか来る時代ですよ。なんかあったの？確かに、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 確かに。武道館ライブとかいつやる？あー、確かに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 。意外と、そう、それよく言われるんですけど、めちゃくちゃそうなんですよ。あんまりその大きいところでライブみたいな目標がそもそも前からなかった、うん、むしろこう今こうサンダーさんとしてこうやってこう動画撮らせていただいたりみたいなのが、まあ、ずっと続けばいいなみたいなグループでした。っていうよりかむしろちょっと活動をこう細く長く、なんか結構でかいところを借りるとファンもこっちも結構負担になったりするんですよ、うん。2年の間に大きくなったなぁ。母さんおじさん、親戚のおじさんだね。ということで、はい、たくさん質問させていただいてありがとうございます。サンダさんたちのコラボ動画たくさん見ていただきますので、ぜひチャンネル登録してチェックしてください。お願いします。お願いします。仕事もらいましょう、くるみさんに。先生、私みたいなお願いします、先生。それでは明日の動画も見てください。さよなら先生やな。